はい、そして今回なんですけども、こちらこの前僕がよう言い間違ってたおこでです。これ普通のおこですね。鬼おこで、鬼だるまおこでじゃない方のおこでです。これ1匹あたり結構なお値段すると思うんですけど、もう今やおこでは高級魚になってるんで、これの方さばいてくれてるんで、今回ねこの姿のまんま1匹で唐揚げにしていこうかなと思います。では塩コショウまた振っていきます。まあ、これさばくときにちゃんと取ってくれてるんであれですけど、揚げるときも一応気をつけてやってくださいね。これ刺さったら普通に痛いんで、普通に痛いというかもう笑いやんレベルになると思うんで、じゃこんな感じでね、つけていこうかなと思います。もうこれ一匹だからこんな感じでやってますけど、もしお家でやるとき、いっぱいやるとき、こんな、なんていうの、ガシラとかじゃなくて、アジとかやるときだったら、袋に入れてパタパタパタってやったら一気に全部粉つけれるんで、やってみてください。じゃこれ入れていきます。いるかな、いけますね。ああ、やっぱり大きかったんで背中使ってないんで、後でくるくる回せます。いつもやってるんですけど、こんな大きい魚やるときは、もう絶対に、しっかり持って、ゆっくりで入れてくださいね。あんまり勢いよくドボンって入れちゃうと、池とかに石掘り込んだときみたいに跳ねて自分に熱い油かかったら、結構大変な火傷しちゃうんで。これはまあ半分使ってないんで、後でくるくる回しながら、2度揚げやって、じっくり揚げていこうかなと思います。もうもちろん今回は動画なんでね、ちょっと早めに揚げますけど、その後もちろん2度揚げ、しっかり揚げてしていくんで、大丈夫です。という感じに上がってきてます。そうですね。まあ一回ちょっと揚げますね。これ、で、入れるときもそうなんですけど、揚げるときもこんなお箸でこねて、無理にやることじゃなくて、こんなザルとかで下からすくい上げてくれたら、落として落下して油跳ねるの、だいぶ軽減というか、防止できるんで。よいしょ。で、こんなときはもう姿のときはもうこの、お腹から下にして、油がよく切れるようにして、揚げてください。はい、そしたら、今回、おこでですね、おこでの唐揚げです。姿の唐揚げのご紹介となります。以上です。